ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ようこそ。朝日が昇れば、いざ決戦。一番やろうというのです。高なる株式会社コンプレートです。雇用形態は正社員です。2017年11月から働いてます。朝10時から夜7時が基本です。2年前とかはバイエスのスクールコーチやったりとか、クリニックやらさせてもらったりとかしてたんですけど、今は一旦全部辞めてて、この仕事一本だけなってます。ストップ。自由な感じで、まあ、おのおの、僕だったらフットサルだし、例えば自転車とか美術的なものとか、なんかそういう自分の好きなものに対してみんなそれぞれが応援したりとか支えてあげようっていう環境があるところはすごいいいところだなと思いますし、なんかその人自身の個性を認めてあげようみたいな、そういう風潮が、文化が強い会社なんでいいところかなと思います。あげればそこはスタンドに光った、掲げた旗は浜の UW、 あがけそのゴールまで何度膝をつかって、頑張ったね。めっちゃきついっすよ、本当にやばい。具体的にもだし、精神的にもリラックスって時間もないじゃないですか。限られた移動時間中をリラックスするかとか、つってもそういう時間の間でもいろいろ考えたりしなきゃいけないから休まんないですけど、限界っす。おぉ11時ぐらいに1回目のこう来るじゃないですか、波が。でもコーヒー1杯入れて、でやっぱお昼食べた1時ぐらい、第2回目の来て、すごくコーヒーでしのいで、そしたらもうあとは時間取っちゃうと、いや夜寝れなくなっちゃうんで、1時の波越えると基本もう慣れてあと大丈夫。7時なんですけど、7時半とか8時とか、忙しいの8時半とか、仕事は仕事でやってるんで終わらないと、そういうのになって、そこから次はあれですよ、子供タイム、格好の遊び相手が入ってきたと思う。まあそこからやっぱ遊ぶじゃないですか。だから夜ご飯食べてても遊びながら食べなきゃいけないから、まあそこで触れ合ってご飯食べてお風呂入って、でそこから体のストレッチポールやったりとか、まあ早ければ9時半から10時半ぐらいから寝れるように頑張ってる。登ればいざ決戦の日だ、高なる鼓動が解き放つワンカー。マーケティング部のチーフのポジション、はい、まあ、お客さんを獲得するために、うん、まあ、広告のところであったりだとか、あとは、まあ、雑誌であったりだとか、そういうのを掲載して、まあ、お客さんを取っていく。おお、朝早くから体を動かして、いい気分で仕事に迎えれるのとても両立してます。ちゃんとやってます。ありがとうございます。ごめんね。とっても嬉しいです。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。